はい、どうも皆さん、こんばんは、レブチンです。今日は、デッドバイデイライトのキラー側、スカルマーチャント使ってプレイします。はい、ということでですね、今回は、公式からの発表で判明した、現環境の殺傷率1位の殺人鬼を使っていこうと思います。はい。よっこいしょー。数あるね、殺人鬼たちを抑え、1位に輝いたこのスカルマーチャントね。うい。俺、調整入ってから使うの実は初めてなんだよな。テロリロ、テロリロ。うい。はい、ということでね。まあ、たった今説明したけど、おーいね、今の環境で、まあ、殺傷率が1位と。34体キラーがいる中で、こいつが一番生存者ぶっ殺してるよということですね。はい。で、このデータは2023年の12月30日から、2024年の1月29日までのデータとなってまして、だほぼ先月の記録、まあ、データってことですね。はい。待て。いい。よし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 。で、殺傷率は、50% で1マッチにつき、まあ、平均2人の生存者を殺してるっていう計算になるので、スカルマーチャントは、その殺傷率が 70% あり、まあ、ほぼ3人くらい毎試合、まあ、コンスタントに生存者を殺してるという計算になりますね。はい。いた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 。ふい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 。あ、あっち行った。あっち行った。ねえ、トップが、このスカルマーチャントで70で、時点で、よいしょ、音量が 67%。で、セノバイトとナイトメアが、63% という感じになってて、最下位はドクターで 51% と。はい。そう考えると、スカルマーチャントは、やっぱかなり強いのかなと。はい。で、これ、注意しなきゃいけないのが、この殺傷率のデータの計算は全レーティングで行われてますので、高レートで猛威を振るっているナースやブライトは、実はそんなに高くないんですよね。全体的な殺傷率で言うんだったら。まあ、初心者さんとかが使うと、まあ、思ったような殺傷率には至らないので、だからそれが平均値を下げて、まあ、彼らがトップになってないって感じですかね。はい、よいしょ。俺ほんと調整後初めて使うんだよな。こっち行ってる？痛い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 。うい。はい、よっこいしょー。実はね、調整後初。だから最初のうちはちょっと能力もよく分かってなかったんだけど、このスカルマーチャントが殺傷率1位の理由が、何なんだろうね。やっぱ能力が、ちょっとやらしいからなのかな。なんか、ハメ技みたいな強さがあるよね。感覚的に。
まあ、僕個人の感覚ですけれども、いいよ。なんかナースとかブライトみたいな、なんかその技術が必要なわけじゃないし、なんかドローンを置いて戦っていけばとりあえず勝てるみたいな。いいよ。もちろんそんな単純な話ではないんだけれどね。でもやっぱドローン置いとけば結構勝てちゃうっていうのがやっぱり強いよね。いるね。あと置いたらこのさ探知不可になるのもやばいよな。はい、よくしょ。結構だから奇襲も決めやすいよね。で、いいよ。で、個人的になんですけど、まあ、個人的に俺ちょっとあんまスカルマーちゃんと戦ってて好きじゃなくて、まあ、使うのはさっきも何度も言うように初めてなんだけど、その、生存者で、まあ、戦ったことは何度もあって、で、正直スカルマーちゃんとあんま好きじゃないんですよ。戦ってて楽しくないというか、戦いたくないというか。で、まあ、これ俺だけなのかな、そう感じてるのはって思ったら、以上。なんか結構海外でもごっちごちに嫌われててあ、よかった俺だけじゃねえんだと思って。皆さんはどうですか、皆さん的には。以上。いい、何で箱いいでしょ。いいか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 いい。はい。どこ行った？あ、いたって怖い。セーフ。はい、よいしょ。オッケー。なんかね、ハメ技みたいなキラーだからね、人によってはまあ好き嫌い分かれるのかなっていった感じなんだけどね。でも運営はこの殺傷率を平均 60% を目指してるんですよ、全てのキラーで。それに合わせて調整してて、だから60に満たないキラーは強化で、60を大きく超えるキラーは弱体化といった風にいつもね、強化弱体化してるので、はいよ。今回この 10% も上回ってるこのキラーを多分運営はほっとかないので、まあ、そのうち弱体化される可能性がまあ非常に高いかなと、はい、思います。どこだこれ。あ、これレーダーでも見れるんだった。そういえばね、スカルマーチャーとしてさ、めちゃめちゃさ能力変わるからさ、把握しきれねえよな。以上。はいよ。はい。あー、まあこれ強えわ。うん、強いわ。探知もできるし、ドローンで嫌がらせもできるし、チェイス中妨害効果でね足遅くもできるし、これ強えわ。今ネア足遅くなったしね、妨害でね。これ強えわ。であれよね、探知範囲内に入ってたり、ドローンの猫の範囲内に生存者がいたり、クロートラップがついてる生存者がいれば足が速くなるっていうね。
杖はよく当たるんだよな。なんでこんなスクールマーチャントいるんだろうと思ったら、確かにこれは杖は、うん、いい、よいしょ、これは強いし、使う人多いし、嫌われる理由もわかるな。ほら、これでさ、探知引っかかったらさ、足遅くなるのよな。よいしょ。あ、これトラップ外れてんのか。ほいほいほい。ほい。ほい。ほら、足遅くなってる。こんなに遅くなるんだね。以上。ここ吊るしますか。あ、いいよ。どこかな。適当に入れとくか。探知不可になるからね、適当に置き。あ、なんか今いなかった？あ、今いた気したけどな、気のせいか。はい、あと一人。こっちの奥に、あ、いた、カラス。待て、いいよ、ふい、さあ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 、いけ、レーダーのとこ行け。よしよしよし、これなんかおもろいね。よいしょ。あーあー、なるほどね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回は、公式からの発表で判明した殺傷率、現環境殺傷率1位、要は一番、いっちゃん生存者殺してるキラーはスカルマージャントということで、使ってみたんだけど、まあ、確かにこれは強いな。なんか、特別、なんか、テクニックが必要なわけじゃないし、いや、もちろんね、うまいスカルマーチャントとかもいっぱいいると思うんだけど、なんか突出してなんかテクニック必要というわけでもないし、うん、なんかとりあえずドローン置いて殴ってドローン置いてみたいな感じで、うん、まあ確かに強い理由わかるな。そしてそれと同時に、まあ、嫌われる理由もわかるかなっていう感じで、はい、まあでもね、強いキラーとか、その処刑率高いキラー、殺傷率高いキラーってのは、まあ、嫌われやすいから仕方ないね。はい、まあただ弱体化入る可能性は大いにあるので、スカルマーちゃんと使えばね、今のうちに使っといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。